してほしいです。何やってるの？やってね。無視。見たらわかるか。これ言ってるよ。29.5! こっち見て、こっち見て 30.5! 1ミリお前、勾配ついてないんか、お前、こうやってうんちょこちょこちょこ、ピーってなってるよ。ちょんちょこちょこちょこ、ピーうんちょこちょこちょこ、ピーってなってうんちょこちょこ、ピーやらしといて1ミリもついてないんか、お前動画上がんねんか、お前動画の時くらいちゃんとやってくれ言うたらあかん。いつもちゃんとやってる。ペンチなんか使うな、お前。こっからお前、30。ピッて引っ張った。えだけじゃんけーもっとお前、技術を磨け。上辺だけやな、お前。上辺だけ。ああ。わかりません。俺のもわからん。トノお前がわからんねんってな。前にもわからん。覚えんでお前これ何本やん。あ、30? 29.5 円よ、製品検査の人たち言うたか。ちょっと食い違ってますね。お前製品検査厳しなんぞ。あ、よやれよお前。鉄板1枚つけるの何分かも。え、今何分経過してます？ん、もう10分ぐらい経った。10分お前。鉄板1枚でお前10分かけるんか、お前。えんだこうへん、電気切れへんで。ブレーカー上がっとんか。ブレーカー上がってへんのか、お前。お前俺たちだから仕事始めたやろ。確認してへんからそういうことなんだよ、お前。豚の確認の体格の確認やったんちゃうんか。トノブ。てんか。はい。真上からにらまないと釣れるぞ、真上から。上からじゃなくて真上からにらまないと釣れるぞっつってんねん。真上からにらめ、わー、眩しいやんか。にらむねん、真上から。いきなり眩しいやん。準備できてない。なんでも準備というものが必要。なんで点付けやねん、おんねん。1点だけ行け。野球か。点数の入り方野球か。何点つけなかった？3。せめて4。ああ、終わり？はい。ああ、これがいつもの仕事か。はい。ああ、それがお前のやり方か。それが私のやり方です。じゃあアウトです。もっとお前技術を磨けっつってんねん。そんなんばっかりやってるからいつまでたっても仕事できんねやろ。もっと技術を磨けっつってんねん。調べろ調べろ、お前教科書見ろ。アリアル人間になれ、お前は。分かったか。出直してこい出直してこい。